D クラス決勝 A 面ですね。さあこれが本日最後のレース行きたいと思います。フライングには十分注意してください。ゴールデンウィークオフロードチャンピオンシップヨンダブル D クラス決勝 A 面スタート5秒前。さあスタートしました。決勝 A 面1コーナーをいち早く抜けていたのがポールさんのコネノ選手、2番手井野選手、3番手ここでスルギロ選手が先頭。さあ3番手上がってきたらピンクの方に1回の方奈良選手。さあトップの車今計測台の通過、2番手井野選手、3番手海保選手、4番手萩原選手、5番手スルギロ選手、6番手海保選手、7番手ここで上がってきたのは小野選手。さあトップの車は今計測台の通過、トップと2位の差はほとんどない状態。さあバックから下ってダブルジャンプ、そしてコース中央、さあトップ争いがコース右セクション、小寺選手、そして伊藤選手、3番手海保選手。さあトップの小寺選手は今バックからダブルジャンプ、そしてすぐ後ろ伊藤選手、さあ3番手には海保津田選手。さあトップ争いが今トリプルジャンプ、そしてシェールを抜けてテールトップ、テールトップへの通過。さあトップ争いがバック、さあ伊藤選手がプッシュ。さあトップ争い小寺選手、伊藤選手、そして3番手海保津田選手。さあトップの車は検索ライブ通過、2番手井野選手、その差が 0.5 秒差。さあトップ争いコース中央、さあここで海保選手ソロスタートからトップをキープ、2番手前傾には井野選手、時間の方は1分40秒経過。さあトップボディカラーが、ブルーオレンジの車、ダブルジャンプからコース中央。さあトップ中段がコース中央から右セクション、トリプルヤコフィア。さあここでは海保選手、2番手伊藤真夫選手、3番手に海保奈々選手、4番手梶原選手、5番手ですね、杉浦選手がつけている。さあトップの車トリプルジャンプ、そしてシェイク、さあテーブルトップ気をつけてください。あとさあトップ中段、というのはね、さあトップの車中央から右セクション、トップの車はトリプルジャンプです。さあそしてテーブルトップ、さあトップ中段がまもなくバック、ありがとうございます。さあ3番手を海保選手のミス、さあ3番手を上がってきたのは海保選手。さあトップの車は早くも試験をクリアしてテーブルトップ計測台を通過、トップの2位との差は 0.7 秒差。2番手、伊藤選手。さあ、時間の方はまもなく3分になろうとしている。残り時間が2分。さあ、ここで海保選手が先頭。さあ、ここで3番手が杉浦選手。4番手に梶原選手。5番手、海保選手。さあ、トップ。ここで海保選手、テーブルトップから計測ラインを通過。ベストアップ、ここで出してきております。16秒068。さあスーパーランプを出して走行、前傾1番小寺海保選手、時間の方は3分30秒経過。ゴールデンウィークオフロードチャンピオンシップレースをリードする選手は前傾1番小寺海保選手、ランプを下ってダブルジャンプコース中央走行中。さあコース中央から右セクション、さあトップの2位の差はちょっと増えたか、今週 1.3 秒差、今週ではただ計測台を両者通過して 1.2 秒差。さあトップのバックを下ってくる、さあ小寺選手、そして2番手伊藤選手。さあトップ中段が右セクション、さあバックバックや寄せていただいてありがとうございます。残り時間が50秒、トップ争い小寺選手、そして伊藤選手、3番手には杉浦選手がつけている。さあゴールデンウィークオフロードチャンピオンシップ4段目進化決勝 A 面、レースをリードする選手、前傾1番小寺海保選手、時間の方は4分30秒経過、残り時間が30秒。さあトップ争い1秒差でしょうか、小寺選手
手、伊藤選手、さあ伊藤選手、トップに迫ることができるか。さあトップの車、ペース台を通過、2番手の車を通過。残り時間は15秒、残り時間15秒。さあトップ、小寺選手、右セクション、そして伊藤選手も右セクション。さあトップの車をまずはペース台を通過、そして伊藤選手も通過、まもなくゴールのゴール。さあトップ2台がラスト1周。さあ小寺選手右セクションに入った。さあ山田富士が決勝 A メイン、レースをリードする。